さあやっていきましょう。今回は失敗するまで連続で撮ってしまおうかな。死ぬぞ死ぬぞよし行くぜ。まあでもね、武器構成的に今回いけそうに見えて実はいけないみたいな感じなんですよね。カモン。これドスコイの予感がするのでちょっと様子見ます。というかドスコイだわ、夜だとかなりの格好いいっすよ。ドスコイよいしょ。タバミッケー潰しまーす。ほらよほらよ、オッケー。まあ、ドスコイが結構数揃ってくると厄介なので、肩パッドが来るまでは私がやろうかな。さて次の敵、おい来てる、こっち、おいほらほら処理して、ドスコイの処理をしましょう。大物鮭に集中できるようにね。で回復してちょっと、ただねこれ遠距離の敵を狙うという習性がありますから、タワーとかあの類の敵が来た時だけは気をつけましょう。来たね、噂をすれば。あいつが来たらもう無理だな。動きましょう。1個入れるとりあえず、よし。まあ、片方にでも入れば上出来でしょう。よしよし、鉄板でもちょっと集まると厄介なので、今のうちにドスコイの数が増えてきたか。ちょっとやばいんじゃない。そうでもない、やべやべ、ドスコイ増えてる。ちょっとしかし私ヘビに狙われてるから、ちょっとこれはオッケー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 、ありがとう。誰か一人がドスコイを見てくれないとね。よしよしよし、じゃあ今度は私が見ましょうか。よっこいしょ、やーべえことになってる、やーべえことになってるよこれ。ほれほれほれ、えい、あそこにいるコウモリに。よしよしよし、入ってる入ってる、オッケーオッケー。でつそろそろちょっとノルマ回収ちょっとやりましょうか。あと1個ぐらいいけんじゃね、ギリギリいけるかな。塗っておくと間に合うもんですね。ナイスナイス、よしよしよし。ちょっと待てやそこのお前ら、置いてけいくら小さいいくら200個で金いくら1個分になりますから、もしかしたら無駄じゃないかもしれません。うん、ただウェーブ1としては終わってるので意味がないかもしれません。そこは分かんないですが、まあ塗り状況良くなるので最後のギリギリまで暴れとけって感じですね。こんにちは。ドスコイは厄介だから早めに潰しておきましょう。あれ敵いねえぞ、いた、おいよ、ゴムコロ投げすぎたかと思う。あー来てるわ、やべえのいるわ。ほらよ、オッケーオッケー、反射できた、オッケーオッケー。こいつほらオッケー、いった、よしよしよし、入ったでしょ。オッケーオッケー、いいねいいね。さすがに爆弾くんは私狙うのはかなりきついっす。おいったナイス、思わずみんなナイスよ。これはね気持ちよくなっちまう。オッケーオッケー、ここちょっと引っかかりやすそうなんでちょっと止めておきます。いや攻めて、やめて、こっちだけ攻めて攻めて攻めて、もうちょっと拾ってから潰して。嫌だけどなんかこじゃけ相手がすごい臆病になってしまうんですよね、このマップだと。狭いしさ、なんかチクチクやって落とされる印象があってね、怖い。こじゃけ、おっと、でね、こじゃけの厄介なところここら辺に来るじゃん、このちょっとした緑に引っかかって落ちるじゃん。 OK、 あー、だからそういう面でね、こじゃけは厄介なんですよね。あれまた落ちた、気のせいか、やべえやべえ。ちょっと使うか、中に打ち込む。 OK、まあ、これね、中に綺麗に入れてやれば倒せるんですよ。オッケーオッケー。じゃあ私帰ります。帰れてねえ、微妙に。まあこれは入れれないでしょう。オッケーオッケー。まあ十分でしょう。よしよし、ジェットパックの、まあちょっとした特典をお見せできたところで、バレスピ、仕事は多いね。気をつけましょう。爆弾処理と、あと何でしょうね。まあそこら辺の大物も私担当になるでしょう。まあ、遠距離の割には使い勝手いい気がするんで、なんとかなるんじゃないですかね。あれどこだ、あ、カモン、やべえ、まあ、ちょっとそっち任せていいのか。よーしよし、ナイスナイスナイス。ここら辺ちょっと足場作りますって。さてしかし私はね、遠くにいる敵を倒すという重大な使命があるので、爆弾くんがなんか大量になったら私の責任なので、そこだけは気をつけておきましょう。カモン、あ、やばそうだね。助けましょう。
OK。 今のところは順調。ウェーブ3ですが今までで一番楽だぞ今のところは。ヘビー爆弾くん見っけ。 OK。 小ジャケがいっぱい、気をつけて。いていていて、この雨やばいな。ちょっとなんか上に飛んでる気はするんですけど見えないので後回し。ここに降る雨は厄介ね。コウモリこっち来てくんねえかな。やべ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 、死ぬ死ぬ。雨こっちからも、あっちからも、やめてくれ。さてコウモリくん、ちょっと悪さしすぎじゃない。もう終わりだぜあんた。オッケー、ミサイルで死ぬぜこれ、気をつけて。でもギリギリまで納品しろ。よし、ノルマをクリア。じゃあちょっと助けに行きますか。スペシャルもったいないしね、このままだと。よし、まあちっこいいくらぐらいは回収しましょうや。オッケーオッケーオッケー、よーし、オッケー、ナイス。まあ終わってみれば結構危なげない感じだったような気がしますね。オッケーオッケーオッケー。なかなかないですよ今回のこの構成だと、ここまで穏やかに終われるの。よしよしよし、まあ、ノルマ的には波ですが、200で1つだったらスコア的には69になるはずですね。どうでしょう。ノーデスだったら増えるとかあるかな。おお、回収したね結構。よし、いくら回収としてはナンバーワン、やったね。うん、大体やっぱりそんな感じみたいですね。ですと救った回数とかはあんまり計算に入れないようですが、では早速次の現場に参りましょう。さあ再びドンブラコ、しばらくはドンブラコばっかりなんじゃないですかね。うん、むしろシェケナダムばっかりやってたんで、あれシェケナダムだっけ、シャケナダムだっけ、どっちでもいいやどっちでもいいようん、そんなの気にしてる暇あったら塗るって話よ。夜だぜ開幕。これな、出てこないかな、生えてくるかな、生えない生えない。ってことはグリルか。これ運び屋キッチキッチカーボンキッチ。でもね、カーボンだから諦めるってそうじゃねえ。触れるやつは触って急いで、よし、とりあえず回収していく必要がありますね。とにかく運び屋のよくある失敗としては単純に足りないとか数が、なので積極的に回収していく必要がありますね。もうカーボンである私は特に運ばなきゃいけない。で、上のこれね、止めに行くのはね、参加しなくてもいいような気がするんだよな。カーボンはどうせ届かないからね。でもちょっと私をこっちに担当にするのはちょっときついっす。うん、弱音で申し訳ないですけど、カーボンきついっす。あれはボム届くかな、爆風ちょっと強引すぎる気がするけどね。それでもやる価値あるかもしれないっす。あれはな、まあいっか、これこれ、よし、とりあえずどんどん運んでいこう。お、ノルマ達成、楽々ですね。分担がしっかりできてるチームということでしょうか今回。ありがたい。じゃあちょっと敵が増えないようにある程度ちょっとプチプチ潰しておきましょう。こういうのも大事。ほら、 OK、 間に合った。触れる敵は、運び屋はね、一応運んでおきましょう。その方が結果的に、おっと届いた。 OK、 ちょっとそっち任せますわ。おプレッサー君まだ生きてる。持っていくんじゃねえよ、痛えけど。ちょっと反動で移動して、よいしょ、もう一個いける。あーい、あーい、チキショー、やってくれんじゃん。あ、ちょっと待って、やっとく。ここ、これ大事、意外と大事。ここ塗っとくと最高なんじゃないかなと思うんですよ。さてさて、ではでは、ここやっとこうぜ、先に。ここすごい重要だと思う、ほんと。よし。さて、どこじゃ、敵は、あっちか。カモン。さて、反射して一発で終わらせる、いい角度だ、とても簡単。よしよしよし、後ろに囲まれている分は私が倒す。やーべえやーべえ、いって、殴らないで殴らないで、暴力反対暴力反対。どうするあれ、ちょっとあれやべえわ。ちょっと早いタイミングだけど、あそこにやべえのいるので、もう一人。ちょっとボムピッチャーちょっと遠すぎた。オッケーオッケー、両方入った。オッケー、迎撃。そしてヘビもご退場願おうか、壁塗っときます。 OK、 よし。あ、待って、私置いていかないで、なんでなんで、ひでえ、くそ、悲
なりむごい。あー、ちょっと待って、僕、ありがとうございます。ナイス。すいません。はちゃめちゃだぜ、今回。じゃあ、ヘビ君倒しましょうね。倒せなかったね。あそこにいるわ。結果的に、まあ、ヘビに致命傷はしといたんで、まあ、あとは勝手にやるでしょう。で、お前ら、わきまえなさい、場所。タワーの時はダメでしょ。マナーってやつだぜ、それが。ヘビ来てるけど、無視。よし。で、ここら辺塗って、ミサイルの音が聞こえるね。爆弾くんいるよ。あれ、接近させるとやべえ。オッケー。よし。ノルマもいけますし、今回はすごい時間が短く感じたね。敵の攻撃が激しかったか。まあ、ちょっと遊んでおこう、ここで。よし。ナイス。よし。ふぅ。さて、最後のマップ。これが終われば、無事。依頼終了でございますね。外暗くない？またかよ。これは、グリルかどうか丸分かりだぞ。グリルだな、これ。あ、違うか。こっちのパターン忘れた。戻ります。戻らないとね。じゃあちょっと引きつけて、こんにちは。で、これのやられるパターンとしては、欲張って金いくら回収しようとして死ぬっていうパターンです。結構飛び散っちまうんですよね、このいくらのパターンとして。うん。大抵落とした時ってその周辺に落ちると思うんですけど、このルールに関しては結構激しく飛ぶので、無理して回収しようとするとなんか囲まれて、なんかインクなかったりとかね。ほら、外に落ちてた、あれを拾おうとしてね。あれ落ちて死んだな。あれ生きてるの、すげえ。あ、これ死んだなパターンなんですけどね。生きてましたか、意外。これ珍しいパターンですよ。9割方死ぬんだよね、あれで。気をつけて。なんか後ろからも来てんな。ここは極力直線から来るようにしてやれば。ちょっとインクないですね。一旦引きます。あ、大丈夫、ピッツァさん大丈夫。おお、だいぶ欲張った結果すごい必死に抵抗して。まあ、戻る、少しずつ戻っていこう。ピッツァさん、あれジェットパック切れた瞬間死ぬんじゃないだろうか。あー、いや、それはちょっとあのヘルプ通過、それ8割ぐらい自業自得だと思う。一応ボム投げたんで大丈夫です。 OKOK 結果としてでもすごい数の金いくらが稼ぎましたね。うん、失った命の数だけ稼げるものもあるということですね。欲張ってけ。ここまで来たらもう欲張っちまいましょう。見て、死ぬ。もう一個ぐらい見て、ラップで入れれたか。微妙ですね、殴られましたが。ナイス。よし、 OK です。記念撮影。みんな別の方向見てんじゃねえか。まあ、OK です。今回61個獲得。よし。ぼちぼちですね。スコアにして74ぐらいでしょうか。OK です。おそらく評価も上昇。今回の依頼は大成功という形で、無事終了じゃないですかね。OK。